ウィチタの市役所。1階は公務員が頻繁に出入りしている。時刻は真夜中。防犯カメラには勤務中のガードマンと家路につく公務員が映っている。そして0時37分、1台のセダンがビルの東側のドアに突っ込んだ。重さ2トンの車は時速70キロでロビーを暴走。驚いたガードマンは走って追跡する。車は大きな音を立ててエレベーターの前を通過。数秒後 X 線検査機を突破。さらにはビルの西側を進み、最初の突入場所から180メートル離れた駐車場の壁に激突。運転手は空から声が聞こえたと主張。しかし当局はカーステレオのボリュームを下げろと警察官に注意され、腹を立てての犯行だと見ている。ウィチタ氏は防止策として市役所の周囲にコンクリート製の遮断物を設置。被害総額